割とこれ撮影したのは8月1日ですね、ついに8月になりましたけれども、なんですけれども、あのー、ちょっと差別的なことを言うかもしれないけれども、 えー、話しかけやすい人、話しかけにくい人ってのがいますよね。その外見であったり、まあ、その時発しているオーラみたいなものなのかな、であったりによるんだと思いますけれども、で僕自分自身のこう自己評価は、どっちかっていうと話しかけにくい人なんではないかなと思ってるんですよね。うーん、まあ、なんとなくその、ヒゲがあるとかっていうのは、 プラスには働いてないのかなっていう、そういう意味ではプラスに働いてないんじゃないかなって思ったりも、えー、してるんですけれども、まあそれ,、まあ、それ置いといて、あのー、うちで、我が家でですね、えー、食品、食料品などの買い物に行くのは基本僕なんですよ。で、僕が週に2、3回行きます。えー、まあ平日に2回ぐらいと、えー、日曜に1回行くって感じなんですよね。で、平日に関しては、えー、大学行った帰りによって、 えー、帰ってくるという感じで、そして日曜に関しては自宅から最寄りの、えー、お店に行くんですよで。その大学の帰りによるお店と、えー、日曜日に、えー、家から行く最寄りのお店は同じ系列の店なんですよね。同じブランドの店で店舗が違うんですよ。 で、普段、平日夜お店っていうところにですね、まあ、もあの車で行くんで駐車場がついてるわけですけども、駐車場に、何、えー、て言うんですかね、警備員さんみたいなのが立ってるんですよね。でまあ、あのー、駐車場内の誘導であるとか、えー、駐車場から道に出るときの誘導であったりとかを、えー、してくださってる人がいて、で、まあ、警備員さんはあのー、そのスーパーの社員さんではないでしょうけれども、その着てるユニフォーム的に、 あの違う会社名書いてあるんで、そのあ,あくまでもその警備会社に対して、えー、業務委託して、えー、来てる人だと思うんですけれども、でもまあおお店の、お店側の人であることに変わりはないので、まあ、あの、車の、 なんていうの駐車券的なものを入れて、こう、清算して出ようとすると、えー、ありがとうございました、みたいなとこととかね、こっち側の車で駐車,駐車場に入ろうとすると、いらっしゃいませ、みたいなことを言ったりするんですよ。でその平日寄っているお店にいつもいる、あの、の駐車場にいる警備員さんみたいな方がですね、どのぐらいですかね、50代後半とか60ぐらいじゃないかなと思う、ちょっと背の高い男性の方がいらっしゃってですね、まあ、ちょっと、えー、声が特徴的なんですよね。 ありがとうございましたーみたいな感じで、ありがとうございましたーみたいな感じのこの声の高さで行く人がいるんですけれども、でこの人はですね、日曜日に僕が行く店舗にもいるってことに気づいたんですよ。ていうか、日曜日にそのお店に行くようになっても、10年以上経ちます、10何年経ちますけれども、えっ、ー、と、今までと人は変わったんですよね。で、その今まで日曜日にいたおじさんがどっかへ移動なのかやめたのかわかんないですけど、違う人に変わって、それが、 平日によるお店の人だったんですよ。で、僕は、あ、あの人やないかと思って、あの、名前とかわからないんですけども、動画がでもあの人だっていう人がいて、で、今日、その日曜日に行く方のお店に行ったらですね、駐車場が満車だったんですよ。なので、その、満車だったんだけど、もうすぐ、その、帰るっていう人がいたんで、駐車場の中に車を入れて、端っこに止めて、ちょっとお待ちくださいみたいな感じになって、その誘導をね、その、おじさんがしてくれたんですよね。 で、ちょっとこっち側に寄って、こう待ってくださいって言って、ねなんかその、マスクもしてるし、窓もしまってると声聞こえにくいと思うんで、窓ウィーンって開けて、で、あの、このおじさんの方を見て、あの、話を、まあ、なんか説明し、しししそうな顔してたんで、ああ、あの、ま、窓開けて、こう、聞く、聞く準備あり、できてますみたいな感じのスタンバイをしたんですよ。そしたら、普段、 〇〇店にいらっしゃいますよねって <laughs> 言われて、ま、あの、あ、向こうも気づいてたんだみたいな感じで、ちょっと嬉しかったですね。ま、あの、まず僕の自己分析ですけれども、あの、まあ、多分これ見てる方からすると予想つくと思いますけれども、世間で、えー、走り回っている車の中で言うと、僕の車の色ってのは多分少ない方なんですよ。あんまり多くない色なんですよ。 で、えー、しかもその平日の夕方に僕ぐらいの世代の男性が一人で食料品を買いに来るっていうのも多分レアだと思うんですよ。やっぱり僕がその時間にレジに並んでいると、まあ、ほとんど主婦ですよね。まあ、あのー、若い人から年配の方まで、ほぼ女性なんですよ。だそこに、こう僕みたいなおっさんが一人でカートを山盛りにして並んでいるっていう図っていうのは、まあ、かなりレアなんですよ。 でしかもその僕のポリシー的にそのレジ袋っていうのを持ってってレジ袋っていうのはあのなんとか袋エコバッグじゃないとかレジ袋かな持ってってるんですけどもそれも当然あの色なわけですよでそうするともうそのそういう全体像の人ってなかなかいないんだと思うんですよだから多分覚えやすいと思うんですよでまあある意味覚えやすいようにいろんな意味で僕はしてる部分もあるんですけれどもでそれで 今日、そういう駐車場の中での誘導の機会があって、あ、こいつ絶対そうやろって向こう思ったんでしょうね。でそうやって話しかけられて、あの嬉しかったっていうのは、その、認識されていたってことも嬉しいし、そしてもう一つ、一番最初の話に戻るわけですよ。その、初めて向こうから声かけられたわけですよ。その、いらっしゃいませとか、ありがとうございましたの、そのビジネスのやり取りのみではなくて、そういう、普段言わなくても、 いいいやんみたたなことを話しかけけてきたわけですよねそういう話しかけやすさがまあそういう僕よりも多分上の世代の人だからってこともあるかもしれないけれども自己評価として話しかけにくいっていうふうに思っていたのにそういう人に話しかけてもらえたっていうことが少し嬉しかったですっていう話ですね。じゃあまた